リンダ・リングルはアメリカ合衆国の政治家、六代目ハワイ州知事を務めた。旧姓はカッター。共和党所属である。1953年6月4日にミズーリ州セントルイスに誕生し、12歳の時に家族と共に南カリフォルニアに引っ越した。カリフォルニア州レイクバルボアのバーミンガム高校を卒業後。 カリフォルニア州立大学ノースリジ校でジャーナリズムを学んだ。1975年の大学卒業後は、ハワイに移り、ホテル従業員組合の広報担当者を務めた。その後、マウイ軍モロカイに移り、ミニコミ師、モロカイフリープレスを発行して、大成功を収めた。1980年から、マウイ軍議会議員を5期務め、1990年、 マウイ郡庁に当選、1994年にも再選された。1998年のハワイ州知事選挙に、共和党から立候補、民主党の現職候補ベンジャミン変えたのに挑戦したが、敗れた。その後共和党ハワイ支部議長となり、2002年の知事選では、日系の民主党候補明治広の激戦の末に、破り、 ハワイ州初の女性州知事として当選した。この知事選挙は女体女の一騎打ちとして全米の注目を集めた。またリングルはユダヤ教徒であり、ハワイ州最初のユダヤ系知事ともなった。州議会で民主党の勢力が盛り返す中、2006年の知事選でも勝利し2期8年を務めた。2010年12月に州知事を退任した。 2012年、ハワイ州選出の連邦上院議員選挙に出馬。民主党候補は、明治 E 広野で10年前の知事選の再現となったが、今回は大差で敗れた。これまで二度結婚し、二度とも離婚に終わっている。最初の夫チャールズ・リングルとは、大学時代に結婚したがハワイに来る前に別れており、リングル生はその時のものである。 その後マウイの弁護士、ウィリアム・クロケットと再婚したが、軍長時代に別れている。子供はいない。ありがとうございます。